ようこそドールスタジオ1000公式チャンネルへ。スタッフのしぎです。いつも1000秋葉原店にお越しいただきまして大変ありがとうございます。6月に入り梅雨到来ということで、最近は毎日洗濯物を干すタイミングを伺っております。皆様はいかがでしょうか。そんな梅雨の時期ですが、秋葉原店には新商品が到着したので、恒例の一気見をしていきたいと思います。本日は一気見になりますが、一つ一つの商品の詳細につきましてはライブ配信の方で見ていけたらと思います。チャットを通じて皆様とお話をしながらドール用品が見れる楽しい配信となっておりますので、是非そちらにも遊びにいらしてみてください。それでは早速秋葉原店に入荷してきました商品を一気見していきましょう。それでは早速一気見をしていきたいと思います。まずは MSD、MDD、4分の1ドールさん用の靴から。1足目はこちら、ブラウンのローファーになります。このような感じでちょっとツヤのあるタイプのローファーになっております。続いてはこちら、グレージュのカジュアル靴になります。色味的にはこんな感じになっております。続いてはこちら、花柄が可愛いサンダルになります。サンダルの部分はこんな感じでちょっと厚みのあるタイプのサンダルになっております。このボタニカル柄がとても可愛いです。続いてはこちら、ベージュのブーツになります。こんな感じで紐の部分がレースになっているのがポイントです。続いてはこちら、ブラウンのスニーカーになります。こんな感じで紐の部分の感じも可愛くなっております。カラーはブラウンです。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。ちょっと光沢のあるタイプのシンプルなタイプの靴になっております。使い勝手も良さそうです。続いてはこちら、ピンクのカジュアル靴になります。カラーはこんな感じの綺麗な発色のピンク色ですね。ここのトップの部分にリボンがついているのもポイントです。続いてはこちら、白のサンダルになります。先ほどはここの部分がボタニカル柄だったのですが、これはシンプルな白、クリームっぽい白ですね。ホワイトのサンダルになります。続いてはこちら、ブラウンのブーツ。結構しっかりとした作りで、ソールの部分も厚みがあってかっこいいタイプのブーツになっております。エンジニアブーツっていう感じですかね。続いてはこちら、ピンクのカジュアル靴になります。こちらはツヤのないマットのタイプのピンク色になっております。続いてはこちら、ホワイトのカジュアル靴になります。デザイン的にはこんな感じでシンプルなタイプの靴になっております。この紐の部分が足首に巻けるようにちょっと長めになっているのがポイントですね。続いてはこちら、ピンクのカジュアル靴になります。先ほどもピンクのカジュアル靴があったんですけども、先ほどのよりももうちょっとピンクが濃い感じの靴になっております。続いてはこちら、ホワイトと厚底、このヒールが高いサンダルになります。デザインはこんな感じになっております。これからの季節のコーデにもぴったりですね。続いてはこちら、ブラウンのブーツになります。長さ的にも結構ロングかミドル丈ぐらいのブーツになっております。カラーもブラックではなくて結構濃いめのブラウンになっております。続いてはこちら、ホワイトのショートブーツになります。こんな感じでヒールの高さもあって可愛いしかっこいいし両立したデザインになっております。この紐の感じもいい感じです。続いてはこちら、ブルーのカジュアル靴になります。こちらは生地がちょっと面白くて、こんな感じでベロア調の結構マットなタイプの靴になっております。映像で見るよりも実物はもうちょっとブルー目が強いです。続いてはこちら、黒の厚底サンダルになります。こちらもこのヒールの部分のコルクみたいな感じの素材がとっても可愛いです。ここにワンポイントでお花とかがついているのもポイントですね。続いてはこちら、白と黒のカジュアル靴になります。こちらはこの足の入れる部分のこの黒の模様がワンポイントで可愛いです。続いてはこちら、赤のヒール靴になります。赤なんですけども、こんな感じで結構濃いめのワインレッドっていう感じの赤になっております。ヒールも結構高めで、こんな感じで履いたらおしゃれな感じになるかと思います。続いてはこちら、ベージュの厚底サンダルになります。先ほどホワイトとか黒が、ここの部分が黒のがあったと思うんですけども、こちらはこのベージュ色ですねの厚底サンダルになっております。続いてはこちら、黒のスニーカーになります。スニーカーの中でも結構低めのスニーカーになります。カジュアルなお洋服の足元にいかがでしょうか。続いてはこちら、ブラウンのショートブーツになります。こちらはヒールの部分がこんな感じで、先ほどのよりも結構尖っててかっこいい感じのショートブーツになっております。こんな感じですね。足首の部分の折り返しもかっこいいです。続いてはこちら、ピンクのカジュアル靴になります。先ほど前に見たピンクのカジュアル靴よりもちょっと優しいパステルピンクの靴になっております。続いてはこちら、黒の下駄になります。こちらは鼻の部分がこんな感じで花柄になっていてワンポイントで可愛いです。浴衣を着る時なんかに良さそうですね。続いてはこちら、黒のスニーカーになります。こちらは先ほどのよりももうちょっとハイカットなスニーカーになっております。シンプルなのでいろんなお洋服と合わせやすそうです。続いてはこちら、白のカジュアル靴になります。こちらは特に装飾のないシンプルなデザインのカジュアル靴になっております。続いてはこちら、ブラックのショートブーツになります。先ほどご紹介したのがブラウンだったのですが、こちらは黒ですね、ブラックになっております。こちらもヒールの部分が結構尖っててかっこいいしかわいいです。続いてはこちら、ピンクのカジュアル靴になります。こちらは先ほどのと違って、先ほどのはツヤがあったんですけども、布タイプの結構マットなタイプのピンクのカジュアル靴になっております。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。こちらはここの足首のところのクロスの紐が可愛いです。あとワンポイントで白のレースがついているのもポイントです。こちらですね。続いてはこちら、花柄の紐が可愛い厚底サンダルになります。こちらはこの紐の部分が青のボタニカル柄ですね。とても可愛いです。これからの季節にもぴったりです。続いてはこちら、クリームホワイトの厚底カジュアル靴になります。こんな感じで結構ヒールが高いのがポイントです。このくらいですね、横から見ると結構ヒールが厚底です。続いてはこちら、ピンクの厚底サンダルになります。今回結構このタイプのサンダルが入ってきてるんですけども、こちらは柄の入ってないシンプルなピンクのサンダルになっております。ちゃんと厚底です。続いてはこちら、白の下駄になります。先ほどはここの部分が黒だったのですけども、こちらは下の部分も白になっております。鼻緒には花柄が入っております。続いてはこちら、ブラウンのブーツになります。こちらは結構しっかりとした作りのタイプのブーツになっております。丈的にはミドル丈ぐらいですね。このくらいですね。ロングでもないしショートでもない、結構ミドルめなブーツになっております。カラーもとっても綺麗です。続いてはこちら、ブラウンのスニーカーになります。カラーはこんな感じのクリームとブラウンの間ぐらいですね。丈的にはショート丈になっております。続いてはこちら、パープルのカジュアル靴になります。カラーがこんな感じで綺麗な紫色ですね。紫色の靴は結構珍しいかと思います。続いてはこちら、ブラウンのショートブーツになります。こんな感じでちょっとヒールがある高めのショートブーツになっております。このベルトの部分の革の感じとかもすごく可愛いです。かっこいいし可愛いデザインになっております。ラストはこちら、シルバーのカジュアル靴になります。ぱっと見でもわかるこのシルバーのカラー、光に当たるととってもキラキラしております。カジュアル服でもいいし、ファンタジー系のお洋服でもいいし、サイバー系のお洋服でも OK。 どんなお洋服に合わせようか迷います。以上が MSD、MDD、4分の1ドールさん用の靴になります。続いて SD、DD、DY、3分の1ドールさん用の靴を見ていきましょう。1足目はこちら、黒のローファーになります。こんな感じで艶のあるタイプのローファーになっております。学生服の足元にいかがでしょうか。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。こちらは紐の部分が特徴的で、こんな感じでレース生地の紐になっております。続いてはこちら、ブラウンのサンダルになります。こちらはこんな感じで厚底のサンダルになっております。このレースの紐もポイントです。続いてはこちら、水色のカジュアル靴になります。カラーはこんな感じのカラーで、飾りのないシンプルなデザインになっております。続いてはこちら、ブラウンのミドル丈ブーツになります。こんな感じでこのベルトの部分だったり紐だったり、かなりかっこいいデザインになっております。続いてはこちら、ブラックのカジュアル靴になります。一見するとシンプルなんですけども、こんな感じで足首の周りにデザインが施されていたり、あとお好みでつけることができるリボンがついていたり、キュートな面も持ち合わせております。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。カラーはこんな感じで、トップの部分にこの大きめのリボンがついているのがポイントです。続いてはこちら、ホワイトのサンダルになります。こちらはこの上の部分がホワイトで、あとこのお花とかワンポイントでついているのがとっても可愛いです。続いてはこちら、ブラックのミドル丈ブーツになります。カラーはこんな感じで、しっかりとした黒でかっこいいです。続いてはこちら、ベージュのローファーになります。カラーはこんな感じで、ブラウンとベージュの間ぐらいの綺麗なカラーになっております。続いてはこちら、白とコーンが綺麗なバイカラーのブーツになります。こんな感じで、結構マリンコーデに合いそうなデザインのブーツになっております。このワンポイントのリボンとかも可愛いです。続いてはこちら、ブラックのカジュアル靴になります。光沢のあるタイプで、デザインはシンプルなデザインになっております。かなり重宝しそうな靴です。続いてはこちら、ブラックのロング丈ブーツになります。この3連のベルトがとってもかっこいいです。こんな感じでよくできています。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。カラーはこんな感じの綺麗なブラウンで、デザイン的にはかなりシンプルなデザインになっております。続いてはこちら、黒のカジュアル靴になります。こちらはこの足を入れる部分に一周白のレースが施されていて、ワンポイントでとっても可愛いです。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。こちらはよく見ると、ここにレースがついていて、とてもガーリーで可愛いです。続いてはこちら、ブラウンのショートブーツになります。こちらはこんな感じのカラーで、あとここの折り返した部分の足首のところにこんな感じですね、デザインチックなカットが施されていて、とっても可愛いです。続いてはこちら、ブラウンのローファーになります。一番最初に見たローファーと同じタイプのツヤありで、最初はブラックだったんですけども、こちらはカラーがブラウンになります。続いてはこちら、ブラックのショートブーツになります。こちらはブーツの中でも結構ごつめな、しっかりとした感じのブーツになります。エンジニアブーツタイプですね。こんな感じになっております。続いてはこちら、ブラウンのカジュアル靴になります。こちらはカジュアル靴としても使えますし、学生服に合わせてローファーとしても使えそうです。ちょっと底に厚みのあるタイプになっております。続いてはこちら、ブラウンのミドル丈ブーツになっております。こちらはこんな感じで、編み上げがとってもおしゃれです。あとヒールの部分が結構尖った感じのデザインになっております。続いてはこちら、ブラウンの学生靴になります。こちらはザ・学生靴っていう感じの、ここにワンポイントのリボンがついているタイプのローファーになっております。こんな感じで、ツヤのないマットなタイプになります。続いてはこちら、ブラックのミドル丈ブーツになります。こちらはこの足首の部分ですね、ここに大きめのリボンがついているのがポイントです。しヒールは細めです。続いてはこちら、ブラウンのブーツになります。この2連のベルトがかっこいいです。丈もロングではなくちょっと短めのミドルぐらいですね。結構しっかりとした作りのブーツになっております。ラストはこちら、ブラックのブーツになります。こちらはこんな感じで編み上げが結構しっかり入っているのと、あとこんな感じでリボンが散りばめられていて、かっこいいとかわいいが一緒になったいい感じのデザインになっております。ヒールも結構高めなのでスタイルも良くなるかと思います。以上が SD、DD、DY 3分の1ドールさん用の靴になります。続いて L サイズの背景布を一気見していきましょう。秋葉原店での背景布はこのような感じで折りたたまれた状態での販売になります。背景布1枚目はこちら、こんな感じで両サイドが街路樹と、あと下が道路になっているデザインになります。この木漏れ日の感じなんかもとっても綺麗です。お出かけの撮影にいかがでしょうか。続いてはこちら、海のデザインの背景布になります。海と空がとっても綺麗です。波が立ってないタイプの海になります。これさえあれば海に行かなくても浜辺での撮影ができちゃいます。続いてはこちら、お家のデザインになっております。この白いソファーが特徴的です。床面はこんな感じで白のカーペットですねのデザインになっております。お家での撮影にいかがでしょうか。続いてはこちら、教会のデザインの背景布。こんな感じでステンドグラスの窓がとってもおしゃれです。両サイドのお花とかも綺麗です。ウェディング撮影にいかがでしょうか。続いてはこちら、バラのアーチがかわいい公園のデザインになっております。公園デートだったりお出かけの撮影にいかがでしょうか。続いてはこちら、白の壁に垂れ下がったツタが特徴の背景布になります。ツタはこんな感じですね。結構しっかりとした色味の可愛いツタになっております。後ろが白なのでいろんな撮影ができそうです。続いてはこちら、海のデザインの背景布になります。先ほどと違って結構波が立ってるタイプの海になります。こちらも空がとっても綺麗です。ビーチ撮影にいかがでしょうか。続いてはこちら、ウッドの壁がこちらですね。木の壁がとってもナチュラルで可愛い背景布になっております。こちらもツタが垂れ下がっててワンポイントで可愛いです。こういった感じのシンプルなデザインの背景布はいろんなお洋服の撮影ができるので、かなり重宝するタイプの背景布になっております。続いてはこちら、森林のデザインの背景布になります。先ほどはこの辺がアスファルトで道路だったんですけども、こちらはもっと自然な感じの背景布になっております。アウトドアだったりハイキングの撮影にいかがでしょうか。ラストはこちら、真ん中の階段と両脇の花壇がとっても可愛いデザインになっております。お散歩やちょっとしたお出かけの撮影にいかがでしょうか。以上が L サイズの背景布になります。背景布はこの後もいろいろなデザインが入ってくる予定になっているので楽しみにしていてください。続いてお洋服を全サイズ一気に見ていきましょう。まずは YSD さんのお洋服から。1着目はこちら、花柄が可愛いワンピースになります。デザインはこのような感じ。このスカートのこのボタニカル柄ですね。お花の柄がとっても可愛いです。続いてはこちら、グレーとベージュのバイカラーが綺麗なワンピースになります。こちらのちょっと色が見にくいんですけども、このグレーとベージュの2色がとっても綺麗です。続いてはこちら、メイド服風のワンピースになっております。こちらはデザインはこんな感じで、このエプロンがとっても可愛いです。あと髪飾りなんかもついております。続いてはこちら、こちらもメイド服風のデザインになっております。先ほどのと違って、このスカートの裾にレースの刺繍が入っております。こちらもとっても可愛いです。続いてはこちら、さらに続いてメイド服風のデザインになっております。こちらは先の2点と違って、このエプロンのデザインがレースが使ってあって可愛いです。こちらはカチューシャタイプになります。1着目のは、リボンの髪飾りでしたね。こちらはカチューシャになっております。続いてはこちら、爽やかなカラーが可愛いサマーワンピになります。デザインはこんな感じ。こちらの配色もレモンイエローとブルーと、とっても爽やかなデザインになっております。続いてはこちら、先ほど見たデザインがブルーとイエローだったんですけども、こちらはこんな感じでグリーンとレモンイエローですね。こちらもとっても爽やかで、これからの季節にもぴったりです。 YSD さん最後はこちら、白と黒のモノトーンカラーがとってもおしゃれなドレスワンピースになります。デザインはこんな感じで、このエプロンにリボンとかワンポイントで入ってるのもおしゃれポイントです。続いてはこちら、 MSD、MDD さん兼用のメイド服セットになります。メイド服なんですけども、こんな感じですごくデザインチックで、アイドルのステージ衣装みたいな感じのメイド服になります。セット内容もかなり豪華で、お洋服の他にもカチューシャだったりソックスだったり装飾品なんかもついております。こちらが MSD、MDD 兼用で、同じデザインで SD、DD 兼用も到着しております。3分の1ドルさん用はこのようなデザインで、こちらのセットもこんな感じで、お洋服の他にもカチューシャだったりソックスだったり装飾品だったり、豪華なセット内容になっております。ワンピースのデザインはこんな感じですね。こちらのセット服はライブ配信の方で中を開けて見ていきたいと思います。以上が今回秋葉原店に到着したドール用品になります。気になる商品があったオーナー様は是非秋葉原店にご来店いただき、実際に商品を手に取ってみて、隅々までじっくりと吟味してみてください。本日は秋葉原店に入荷してきました商品を一気見してみました。気になる商品はありましたか？今日見てきた商品の詳細を見れるライブ配信も行っておりますので、ぜひそちらにも遊びにいらしてみてください。本日ご紹介した商品の他にも、秋葉原にはこのように膨大な量のドール用品がございます。千秋葉原店は定休日なし、毎日12時から20時まで営業しております。秋葉原店までの行き方やマップも別動画で上がっておりますので、ご来店の際にはそちらの動画もご参照ください。皆様のお越しをお待ちしております。また、秋葉原店まで行きたいけどなかなか行けないというオーナー様もご安心ください。本日ご紹介した商品は千のオンラインショップでもご購入いただけます。千秋葉原店の在庫とオンラインショップの在庫は完全別在庫となっておりますので、オンラインショップ用の商品をご購入いただけます。1000のオンラインショップでの商品の見つけ方やお買い物の仕方も動画になっておりますので、秋葉原店まで行きたいけど行けないというオーナー様はぜひオンラインショップの方もご利用してみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録していただけますと動画制作の励みになります。全公式チャンネルでドーンライフをもっと便利に、もっと楽しく。スタッフのしぎでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。